はい、えー、今回ですね、マインドセットの動画を見ていただいた方から質問いただいたので回答していきたいと思います。マインドセットの動画をご視聴させていただきました。ありがとうございます。えー、マイホームの畳についてなのですが、周りの意見に合わすと言いますが、耳を傾ける姿勢こそが情報発信では必要ではないでしょうか。おっしゃる通りですね。 いい,い,い切り込みですね違う動画でも需要と供給の話をされていたと思いますがと動画の魅力を上げるためにテストとして反応を試す上ではむしろ他人軸が重要なのでは自分軸で生きるというのはむしろ自分の殻に閉じ,も閉じこもることになりませんかということでこれはめちゃくちゃいい質問ですねこれはですねまあ,あ すみません、アドラーをちょっと勉強してほしいっちゃ、アドラーを勉強してほしいんですけど、アドラーを勉強すると多分僕が言ってることがご理解いただけるのかなと思います。だからこれは、アドラーを勉強してるかしてないか。まあ僕はですね、アドラーに関しては、あの、なんだ、勉強したからアドラーの心理学、アドラーの心理学をマス,タマスターしたというかね、なんか確認できたんですよ。 なんか人とは違う考え方があってそれはビジネスを通してちょっと人とは違うなっていう感覚があったんですけどそれを言語化できなかったんですねでこの前その沖縄行った時に綾さんっていう人がいて熟成さんにですねで綾さんに「吉田さんアドラーって知ってます?」みたいな「あ知ってますよ嫌われる勇気ですよね」って読んだことありますよっつってで昔あと嫌,嫌われる勇気ってかなり昔じゃないですか結構流行ったのが。 で、その時に僕買ったと思うんですよ。で、だいぶ経ってて、で、アヤさんが、あもう一回ちょっと見た方がいいですよとか言われて、そこから勉強し直したんですよ。で、それきめちゃめちゃ勉強したんですけど、あ、やっぱりな、みたいな。<laughs> まあ、あとね、今、アドラーの部屋みたいな、アドラーの本を紹介して、まあ、その考え方みたいなのをシェアしてるんですけども、アドラー、今ある本がこう、この本ですね。はい、アドラーの100の言葉っていう。 これね結構ね劇薬というか、うん、多分このアドラーの心理学アドラーの心理学お前これ心理学ちゃうやんけっていう人も絶対いるんですよだけどまあ僕はこれ,これ面白いなっていうかこ,、まあ、これが僕だなみたいな、うん、だからこれは何を勉強してるかによって変わると思いますねこれは人それぞれでうーん その耳,を傾ける耳を傾ける姿勢こそが情報発信では必要ではないですかとこれはねおっしゃる通りですで僕はじゃあどこに耳を傾けてるのかって話ですね僕はどこに耳を傾けてるのかそれは、えーまあ、毎月1回ぐらいですかね、まあ、2ヶ月にいっぺんか、まあ、さ多い時は1ヶ月に2回とかやったりとかするんですけど、えー、僕の LINE アットに登録してくれてる人 あとは、えー、メルマガに登録してくれてる人ここに対してプレゼントを配ってアンケートを取ってますつまり、えー、なんだお客さんの声に耳を傾ける上で必要ですからだからそのドリアカでもアンケート取りましょうっていうのを言ってるんですけど僕も月1回とか2ヶ月に1回は必ずアンケート取ってますあと商品売るときですら、えー、お客さんの声で取ってます要はなあこの前も商品販売したんですけどなぜこれに興味持ったんですかとか あとは、どういうふうに、えー、自分の夢は何ですかとか、まあ、そういうその今悩んでることは何ですかとか、あとは、まあ、悩み相談っていうのもやってるんですけど、まあ、この本出してます。で、この本の、えー、超特典ですね、超特典。で、この、えー、100時間超の動画大放出。で、このプレゼントをもらうために悩みを教えてくださいっていう。 のフォームをかまましてますだからこのプレゼントが欲しい人はそのフォームに入れない自分の悩みを入れないと受け取れないとだからまあ本を買っていただいた方に関して、えー、その悩みを抽出してます耳を傾けてあと悩み相談っていうシリーズはもう97本ぐらい動画撮ってますからねまあ他にもこの質問シリーズに関しても何,何本目だちょっと見ていいですか質問シリーズは何本だ 質問シリーズは、三百三十三本やってますね。三百三十三回、お客さんの質問に対して、耳を傾けてアンサーしてます。だから、三百三十三本の質問に対してのアンサーと、九十七本、九十七本か八本の悩み相談。だつまり、えー、一般の方でも、四百本ぐらい、四百本以上は、えー、質問に対して答えてます。 はい、であとはドリームアカデミアの Q&A は何本あんだドリームアカデミアの Q&A も結構もう回答したと思うんですけどもドリームアカデミア多分まあまあ,あの動画撮ってると思うんですけどねドリーム多分これも結構あ百294本ですね はい、ドリームアカデミアの Q&A も294本つまり1000本ぐらいやってるんですかね、はい、だかお客さんの質問悩みすべ、えー、て1000本近く一応一般公開でしていますだもしその1000本が足りないっていうことであるならばまだ僕の努力不足なんで、まあ、これからも質問に対してとか悩みに対して耳を傾けて動画でアンサーはしていきます で、その量が少ないんであるならば、まあ、僕100万本取っていきますんで、まあ、これからも質問に対して、悩みに対して回答していくと。ただ、その悩みに回答していくに関しては、僕に興味ある人ですよね。僕は商品を売って別に有名になることが僕目標じゃないんですよ。例えば、チャンネル登録者数をめっちゃ増やして有名になるとかね。かそういうのが目標じゃないので、僕の生き方としてね。僕の生き方としては、チャンネル登録者数を増やすことでもなければ、えー、なんだ。 なんか人気者になる、影響力をつけるっていうところを目指してないんですよ。何かっていうと、自分がよりよく楽しく生きるために、YouTube っていうのを活用して、YouTube を活用して集客をして商品を売るっていう、まあ、僕はそのサラリーマンとして働いてないですから、給料はないわけですよ。だから稼いでいかないといけないですよね、自分で。 で、自分で稼いでいくために YouTube っていうプラットフォームを使って集客をして商品を売っていく。で、僕に興味ある人、僕の商品に興味ある人にアンサーしていく。っていうのが僕の仕事なので、それをただ淡々とやるだけですね。ただ僕に興味がない人に対してですよ。僕に興味がない人に対して、えー、回答するのは時間の無駄だかなと思います。僕に興味がない人に対しての、例えば、 なんかこれが昔その赤番食らったアカウントがあるんですけど、で、そこにコメントを許可していました。うん。で、そこにコメント許可してたんで、いろんな人がコメントしてました。まあ、アンチの人とかもですね。じゃそのアンチの人に対しても時間を僕は使ってたわけですよ。で、そこで、あの、この、そこのアカウントがバンされて、こっちのアカウントに移行しました。で、移行して、えー、考えましたね。自分の時間っていうのは24時間しかないと。だから僕に興味がある人、 に対24時間しかないですから時間っていうのはなんで僕の本を買ってくれた僕に興味ある人悩み相談くれた人にアンサーラインアットに登録してくれてる人、えー、メルマガに登録してくれてる人少なくてもそのフィルタリングを超えてきた人ですねその人たちに対しては時間を使っていくってことですねでそこのその人たちにアンケートを取って、えー、悩みに耳を傾けるっていうことはしています で僕はそれでいいと思います僕はねはいだからそのいろんな意見に耳を傾けろっていうのも一理あると思うんですけど僕に興味ある人だけに耳を傾けるっていう僕はそういうスタイルですねはいであとは動画の魅力を上げるためにテスト反応するむしろ他人,他人軸が重要なのではないですかうーん 動画の魅力を上げるためにテストして反応を試す上でむしろ他人軸が重要ではないですか。これはですね、た人、生き方、僕、僕が伝えたいのはすみません。他人軸っていうか生き方の部分ですね。どういうふうに生きていった方が自分が楽で楽しく生き,れる生きていける、生きていけれるのかっていうところですね。で、自分の生き方っていうのは自分軸があった方がいいと思ってます。ただ、そのマーケットですよね。 市場ニーズ、マーケットで言うならば、例えば、どういうジャンルの動画が再生されるんだろう、どういうタイトルが再生されるんだろうっていうところは見てます。集客をしないといけないですからね。だから直近で言うならば、えー、第三次世界大戦っていう動画が今2万9000回、3万回ぐらいももうちょっと回りそうなんですけど、あれも一応狙ったっちゃ狙ってますし、ただ別にその、なんだ、えー、コメントをして、コメントを許可していなくても、 グッとバッと評価を表に出していなくてもうんその市場ニーズを見てテストして再生数を上げる集客をしていくっていうのは可能です、はい、だから何だろう自分軸と他人軸に関してはこれは自分がどのように生きていくかっていうところですねどの軸で生きていきたいのかとマーケット市場ビジネス的に言うんであるならば市場リサーチをしていけばいいのかなっていうどういうものに興味があるのかなっていう 全体的な市場ですよね。うん。であとは自分軸で生きるというのはむしろ自分の殻に閉じこもることになりませんかうんーこれもあの多分考え方の層があると思うんですけども自分の殻にと閉じこもることが逆になぜ悪いのかってとこですね。自分を、えー、なんだろうな結局その何だろう自分を生きてるわけじゃないですか。 だ自分の殻っていうのを閉じこもるという表現というよりかは自分を高めていけばそれでいいのかなとだか自分の殻をアップデートしていけばいいのかなっていうじゃあその自分の殻をアップデートしていく上で例えばヤドカリさんヤドカリさんとかその大きくなったら殻を変えるじゃないですかうんでじゃあ殻を変える時ってその殻を自分で選んでますよね多分ヤドカリさんってなんかそのもう あの貝殻に入れなくなってでかくなってじゃあ貝殻がいっぱい落ち,落ちてあるじゃないですか、うん、じゃあその貝殻を選ぶのを選択するのって別にヤドカリさんが自由に決められるじゃないですかだからその殻にを大きくする上で僕はじゃあどういうことをしているのかっていうとまあこういう本ですね、まあ、情報商材ですね 人生に打ち勝つ野村のぼやき、松下幸之助さんの道を開く、稲盛和夫さんの考え方、松下幸之助さん、成功の金言365、覚悟の磨き方とか、まあ、いろんな人の考え方を自分の選択で、この本良さそうだなと思う自分の選択で殻を選ぶ、本を選んで情報を選択して、自分に取り入れていくってことですね。そう な感じですかねだから殻に閉じこもるというか殻自分の殻をでかくしていくっていうことですね僕の場合はでその殻に関しては自分で殻を選びたいっていう自分がいいと思ったものを取り入れていきたいっていうなんか無理やりそのなんか嫌い,もの嫌いなものを食べる必要性はないかなと思いますねうんそんな感じかなうんだ閉じこもるというか 僕とまあまあ部屋には閉じこもってますけどね完全。<laughs> 完全鹿児島の事務所に閉じこもってあの動画撮りまくってますけどまあ引きこもりですね完全。だけど引きこもりだけど多分まあこれ実際言われたことがあるんですけどマレーシアにいる熟成さんで、まあ、コンサルも入っていただいてるんですけど 吉谷さんは僕のモチベーションですみたいな。だから僕もうバーってアウトプットするじゃないですか。動画も,もう大量にアップしてくるので、だその姿勢姿を見,見て何かを感じてもらえればいいのかなって思いますね。うん、だから僕自身もアップデート、だから僕もそのトークスキルを上げるっていう上でもう毎回喋っていく。 っていうところは毎日やってるので昔に比べるとかなりトークスキルは上がったんじゃないかなと思いますし、えー、まあそのお客さんのその悩みとか質問に対してもう1000動画撮ってるわけですよ先ほど言っただけでも先動画でもそれ以外にも多分めっちゃ撮ってるんですね一人一人の動画に対しても多分一人一人の動画も1000本以上2000本ぐらい撮ってるのでうん まあ耳は傾けてる方だとは思うんですけどね。ただまあ、それが数少ないって言われればそれまでなんで、まあ、100万本を目指してこれからも、あの自分に興味ある人に対しては耳を傾けて、で、えー、やっていくと。で、あとは僕の努力としては、企業努力ですね。企業努力としては、僕に興味を持っあ、僕をまず知ってもらうってことですね。僕を知ってもらうこと。僕に興味を持ってもらうこと。じゃあ、知ってもらうためにはどうすればいいのかっていうと、えー、リーチを上げていくと。 でリーチの上げ方に関しては僕は本数をとりあえずこなす100万本っていう普通の人が狙わないところでやってます <laughs> 多分普通の人は100万本取ろうと思わないじゃないですか僕量こなせるんで僕の武器は量人より量をこなせるじゃこれが僕の最大の武器だと思ってるんですね人より早くアウトプットできる人より早く行動できるこれが僕の最大の武器だと思ってるんでこの最大の武器を使って圧倒的な動画量ですね 圧倒的な動画量で、えー、知ってもらううん、だからもうキーワード全部世の中にあるキーワード全部テストしてやろうかなと思ってるんですけど <laughs> まあそれで知ってもらうまあ、そういう量をこなして、えー、リーチして、えー、その動画の1本あたりの再生数リーチ数は少なかったとしても数がありますから例えば1アクセスだとしても100万本あったら100アクセス来るわけじゃないですか100万アクセスか100万本あれば その動画が1アクセスだったとしても100万アクセスあるわけですよ。な僕の今、トータルの再生回数が多分300万回ぐらいいってると思うんですけど、日々の僕の動画の再生数って数百いかないじゃないですか。100いかないですよね。だけど、これが散りつもになると、今300万回ぐらいリーチしています。だから僕は他の人とちょっと違う戦略を取ってるっていうのがありますんで、であとはえ知ってもらうっていうところはそこの量でかましていくと。 であとは、興味を持ってもらう。じゃあ、興味を持ってもらうためには、これは自分のトーク技術ですよね。どういうトークするのかって話じゃないですか。なんかこの人、なんかうさんくせえなと思いつつも、ちょっと聞いてたら、なんかいいこと言うな、みたいな。で、そのいいこと、いい話ができるのっていうのは、トーク技術じゃないですか。これはもう僕自身の日々の鍛錬ですよね。日々も喋りまくって、トーク技術を上げていくと。で、僕が、えー ネットビジネス、僕15年ぐらいネットビジネスやってますけども、ネットビジネスでお金を稼ぐ上で一番重要なスキルっていうのがコピーライティングとトークだと思ってるんですね。なぜならばネットの媒体っていうのがほとんどが文章で構成されている、今は動画の時代、じゃあ動画の時代ってなったら音声、トークになるわけじゃないですか。うん。まあもちろん編集技術っていうところもすごい入ってきますけれども、僕は編集そんなにしないですから、トークですよね。この人の言ってることは、 面白いのか面白くないのかで面白くないんだったら離脱していくだろうし面白かったらあの興味を持って聞いてくれるだろうしだからそこの興味を持ってもらうに関しては己のスキルアップ次第かなと思ってますでも量をこなすことによってスキルアップは昔に比べると僕はできてると思うんで引き続きスキルアップしていくって感じですかねうんはいということでいただいた質問に対して、えー、回答させていただきましたありがとうございます